けど、どっちを先に聞きたい？なあ、おいらが悪かった。謝るから起きてくれよ。じゃあ、まず悪い知らせからな。実は、この島で何か事件が起こったみたいなんだ。で、いい知らせは、昨日の心配していたこととはほとんど関係ないようで、今は別の問題に直面しているんだ。お、目が覚めたらしいぞ。早く見に来い。怖がらせるなよ。こいつも他の連中と変わらないと思うぜ。人間なんて脆いもんさ。いや、気分はどうだ？体調はいいのか？ご覧の通り、船が喋るんだ。逃げるなよ。哀れなやつだぜ。俺たちが話すのを聞いただけでこんなにビビるなんてな。それもしょうがないこと。人間は俺たちみたいなやつが喋るところを普段は目にせんからな。待てよ、お前ら元から喋れたのか？そりゃもちろん、喋れないと同族とも会話できないじゃん。つまりオイラたちが突然理解できるようになったってことか？変だぞ。それか急に賢くなったのかもな。おめでとさ。おや、起きたんですね。もうお日様の光がギラギラしていますよ。戻ってきたのか。ふむ、景色も綺麗で天気も良い。旅のおかげで気分が癒されたでござるよ。すべてが順調でございますね。島の一部おかしなところを除けばですが。暗黒の眷属が降臨した。これぞ雄夜騒動が世に帰還する前兆だわ。皆の者、喜びなさい。お嬢様はこんなこと見たこともないし、こんな展開になるとは思ってもいなかったとおっしゃっています。そんな意味じゃなかっただろう。ああ、これは僭越でした。今の発言は私自身の感想として受け止めてくださいますよう。昨晩からおそらく島のみに普段は見られない奇妙な光景が広がり始めたのでござる。ええ、水中を泳ぐ鳥に空飛ぶリス、そして天には時を同じくして太陽と月が昇る、そういったことがたくさん。ちらっと見える風景だけでもなんとなく違和感があります。島で奇妙な羽音が聞こえたのに、あたいの周りには空飛ぶ生き物なんていなかったんだ。うむ、それに水音や草花の香りも。この島にはたくさんの植物があるが、この香りはそのどれとも異なる。多分肉眼では見えない何かだと思う。占ってみましたが、水裏の番は混沌としていてとても解読できません。なんだか嫌な予感がするぞ。まさかオイラたち面倒ごとに巻き込まれたりしてないよな。この地に雄夜浄土を呼ぶと決意したのに、こんなに奇妙な光景が広がるなんて。まさか罪深き者が私を阻んでいるの？なあ、もしかしてこの島を改造した奴らの仕業じゃないのか？でもこんなことする動機がないよな。見てよ兄貴、死ぬほど怖がってるみてえだぞ。そりゃそうだろう。誰でも奇妙な出来事にあったら驚くさ。俺はいろんな海域を経験してきたベテランだ。たくさんの船乗りに声をかけてみたが誰も反応してくれなかった。うん、こんな環境じゃなかったら人間が俺たちと言葉を交わすなんて想像もできないよな。こんな環境ってどんな環境だ？環境？もしかして環境の変化が私の占い結果を左右した？
が現実になるわけないだろ。船とリスの言葉が急にわかるのもありえん。わあ、どうしたんだ。あれ、あれを見ろ。厳格にしてはあまりにも真に迫りすぎていた。一瞬で通り過ぎましたが、先ほどの奇妙な光景と全く同じでした。まさか本当に幽夜浄土がこの世に存在するなんて。え、しないのか。ざれ事よ。幽夜浄土は私の予言通り降臨した。諸君、これこそが新たな黙示録だわ。その通りです。皆様、奇跡を目の当たりにし、創造の瞬間に敬意を表する時が来ましたぞ。万歳。幽夜浄土へようこそ。あいつ、なんだか本当に嬉しそうだな。水を差さないでおこうぜ。全く驚かないとは。さすがは冒険者、いろんなものを見てきたんですね。これが幻覚でないのなら行って調査すべきでござる。一つ方法を思いついたぜ。ちょっと刺激を与えてみて、痛かったら目が覚めるはずだろ。うん、一理あるかもしれぬ。そうだろ。さあカズハ、あたいの顔面に一発かませ。え、そんなわけにはいかぬ。信玄殿、拙者が一発受けよう。でもあたいのパンチは痛いぞ。それよりもこうしようぜ。オイラたちに任せるんだ。おい旅人、オイラにパンチさせてくれるか。お前たちは面白いな。幻覚だと。人間にとっては俺たちの声が聞こえるというだけで幻覚なのか。兄貴も知ってるはずだろ。人間は大人になるといろんなことを忘れ、いろんな能力を失うらしいぜ。そうか、それはもったいないな。今日のようなことで笑うなどと、艦隊で働いていた頃は想像もできなかった。おいみんな、気になるところに行ってみたいとは思わないか。もちろんだぞ。でもどうしたら行けるんだ。ほら見ろ。何をですか。もちろん俺を。おっと、自己紹介を忘れていたな。俺はこの海域で最も賢く最も器用な船だ。名前は好きに呼んでいいぞ。名前がないのか。名前などもう忘れてしまった。覚えているのは稲妻から来たということだけさ。そうか。じゃあお前のことお肉丸って呼んでもいいか。稲妻の名前はなんとか丸が多いからな。お肉丸かまわんぞ。俺に出会えたお前たちは運がいい。俺はどんな嵐でも乗り越えられるし、どんな波も俺の相手じゃない。だから乗りな。行きたいところに連れて行ってやる。やれやれ、兄貴はいいやつだな。俺たちをここに放り込んだ風神とはまるで大違いだぜ。モンドの風神のことさ、知らなかったのか。
この島々の中には昔モンドの山頂だったやつがある。当時風神は地形を整えるために山頂を切り落としてそいつを丸ごと海に投げ捨てたんだ。俺のヒーヒーヒーもう何代前かわからねえじいちゃんは山頂と一緒にここまで投げられたのさ。あの風神め、そんなことがあったなんてそれ以来俺たち一族は代々ここに住んでる。幸い他にもいくつかリスの巣が投げられてきてたから俺たちはここで王国を築いたんだ。メリットは天敵がいないから島のナッツが全部俺たちのものになること。デメリットは他のどこにも行けないこと。まさか雄野浄土がリスの帝国だったなんてな。無礼者。パイモン殿、デタラメをおっしゃってはいけませんよ。雄野浄土は夜ガラスの国、これは常識でございます。おい、そこの稲妻のあんちゃん、俺たち同郷同士だろ。稲妻の男なら海に出る勇気がないといかん。ついてくるか。海に出るというのは故郷を遠く離れ遥かな土地に向かうことでござるか。そうだ、ありったけの勇気とちょっとした決心が必要だ。二度と帰れなくなるかもしれないが、旅立たねば世界はいつまでも己の心の中だけだ。ふむ、お肉まで、お主の言うことはとても正しい。それを聞いてついていかねば男が廃るでござる。皆も来るか。拙者は先ほどの異常現象が起きた島に行くつもりであるが、彼からは船の匂いがする。古き木材、水を遮る漆、まさに稲妻の匂いだ。それゆえ拙者は彼のことを信じる。ほう、みんなはどう思いますか。オズ、私のためにはしごを設置して。断罪の控除、出航よ。一緒に行ってみんなで見識を広めようぜ。面白い。じゃ早速出発だ。くれぐれも気をつけて。なんとこの地で相まみえようとは。これって盆栽だよな。渋いお盆だけど中身はあまり手入れされてなさそうだ。これは我が一族に代々伝わる盆栽であった。以前天領奉行の倉庫で見たが、それとは様子が違う。その時は当の昔に枯れた植物だけが植わっていた。もう枯れていたのにどうしてお盆に残されていたんですか。きっと盆栽の中に秘密があるという暗示だったのであろう。盆栽の底には拙者の一族の古き秘密に関する手紙があったのでござる。手紙を読み終えた後は盆栽を倉庫に残していったのだが、誰が植物を片付け、そしてなぜここに置いたのか。つまりご先祖様が残した骨董品なんだろう。何もなしで置いてあるだけなんてちょっともったいないぜ。そうだ、カズハ、これで何か作ってみねえか。うむ、なぜここに現れたのかはまだわからぬが、試してみる価値はある。やっぱりそう単純じゃないよな。え、そういえばみんないるのにカズハだけがいないのか。おーい、カズハ、大丈夫か。どこにいるんだ。返事がないみたいだな。歩きながら探してみようぜ。この配置、まるで豪邸のような感じですね。もしかするとここは危険な迷宮ではなく誰かの家なのかもしれません。
面白い。ここの秘密、皇女の名において解き明かしてみせるわ。ここにいたのか。うむ、皆こそ今までいずこに。ここは迷宮なんだ。オイラたち全員この迷宮に閉じ込められてたんだけど、カズハだけいなかったんだぜ。拙者はずっとこの部屋にいたが、出ることができなかったのでござる。それにここは子供の頃住んでいた屋敷の寝室によく似ている。ここはお前の家だろ。なのに、なんでお前が閉じ込められるんだ。もしかして迷宮はお前を中に入れたくないのか。どうやらこの迷宮全体はうちの屋敷をモチーフに作られたようでござる。迷宮の声もすべて父や祖父が拙者に話してくれた言葉。拙者を中に入れたくない。ふむ、確かに探索に参加できないのは拙者のみであるな。この不思議な建物は元凶のはずだと思いますよ。今のカズハさんの話からすると、これはカズハさんの経験をもとに作られたものです。なぜ、カズハ殿だけが拒絶されたの？おそらく、この状況は、拙者自身によるものかもしれぬ。拙者にとって、過去などもう過ぎたこと。天地万物にはそれぞれの法則がある。人は、過去の道を歩むことはできないのでござる。このような考えを持つゆえに、元凶は拙者を入れてくれないのであろう。なんとなくわかるぜ。前向きな考えだな。考えは相応の結果に結びつく。とにかく、拙者は気にしておらぬから、心配せずともよい。ふむ。先ほどは、盆栽に触れたことでこの空間に入った。そうであったな。ならばもう一度触れてみれば。出たぞ！見ろよ、あの山丸ごと変わっちまったぜ。待ってくれ。みんな、一つ考えがあるのだが、この元凶の変化は盆栽と関連があるのではないだろうか。この時期のお盆はもともと曽祖父の収集品だったと父から聞いたことがある。曽祖父は盆栽や盆景が好きで、よく庭で手入れをしていたと聞いた。その後、例の一件が起き、祖父は一家を再興する方法を探して故郷を後にしたのだ。ちょうどあの頃、曽祖父は大病を患った。曽祖父は祖父が盆栽に興味がないことを知っていた。曽祖父は最後の時、丁寧に手入れした盆栽のほとんどを他人に譲り、この盆栽だけを残したのでござる。それって秘密の書かれたあの手紙を残すためだよな。さよう。それに一種の記念でもあったのだろう。祖父が駆けつけた時には曽祖父はすでに亡き人となっていた。最後を見届けることすらできなかったのでござる。それから祖父はよく盆景の前で呆然と立ちすくんでいることが多くなった。それをきっかけに祖父も盆景を作るようになったのでござる。しかし曽祖父とは違い、祖父が好んだのはお盆に草木ではなく石を配置する盆景であった。祖父の影響を受けてか、父もその趣味を受け継いだ。当時屋敷の庭にはいろいろな盆景が置かれていたでござる。この時期のお盆も家宝として拙者に受け継がれたもの。それがここに現れ、さらに元凶の入り口となった。偶然とは思えぬ。まるで拙者に心残りを埋める機会を与えてくれているようでござる。拙者は稲妻の出身で、拙者の家系楓原家は
世が世なら名門士族とも言える一族であった。しかし雷電五花伝の一件で楓原家は衰退の一途をたどった。拙者の代にはもう没落していたのでござる。その後指名手配された拙者は稲妻から逃げ出した。誰もいなくなり、楓原家に残されたものはこの屋敷のみであったが、この盆栽も屋敷にあった他のものと共に幕府に押収されてしまった。叶うなら拙者も先祖のように家宝の器でこれまで巡ってきた名山昇仙の盆景を作ってみたいと思っていた。このお盆の上にあるものが元凶に影響を与えるのであれば、少し手細工をしてみたいのでござる。ふむ、曽祖父の好んだ植物の盆景にするか、それとも祖父や父が好きだった山石系の盆景にするか。やはり山石の方が拙者に合っているようでござる。盆景を作るためには何が必要なんだ？ふむ、道具と装飾用に加工できるような石があるとよかろう。わかった、一緒に探しに行こうぜ。運に任せてやってみろよ。盆景はここにあるんだし、それに関係するものだってそんなに離れたところにはないはずだ。確かにそうね。カズハ殿、心ゆくまで探すといいわ。私も進化を率いてあなたに同行し、失われた秘宝探しに協力するから。みんな、かたじけない。これでよし。カズハ、ちょうどいいところに来てくれた。見ろ、この石をどう思う？精巧で趣深いでござる。これは本にあった山の景色なのだ。異国には雲の中にそびえ立つような名のある山がたくさんある。機会があれば外に出て見てみたいものだな。父上にその気さえあればいつでもお行きになれよう。そんなことを言ってはならぬ。この父は楓原家の現当主だ。今や楓原家は衰退したが、やるべきことは昔と一つも変わらぬのだ。ただそうだな、このように父上の道を貫き、没落した家に全てを捧げることに、果たして意味はあるのであろうか。父上、拙者には、わかりません。カズハ、一つだけ覚えておいてくれ。家族は大切なものであるが、夢縛られてはならぬ。人のため、家はあるのだ。己が楽しく暮らせねば、家族を幸せにすることもできまいよ。過去の一件は家に大きな影響を与えたが、それは子孫にまで負わせねばならぬような重荷ではない。もしいつか、そなたが退屈な人生に会いたら、すべてを置いて外に出なさい。生活に縛られるな。愛わかった。拙者には消せぬ！カズハ。約束を忘れたのか？本当に全てを諦めるのでござるか？確かに今は大変な時ではあるが、父上には拙者がいるであろう。拙者は何の役にも立たぬのか？確かに父上ならば、拙者の年には、すでにおじい様のお力になっておられただろう。拙者が無能なあまり、父上を失望させたのでござるか？それとも、カズハ！そなたにそのようなことで己を責めさせるとは、父として失格だ。楓原家は過去の過ちのためにあまりにも多くの代償を支払った。そしてついにそなたのひいおじい様の代から今に至るまでこの限りを抜け出せなかった。刀鍛冶は我が一族の責務であるが、家業だけがお主の全てではないのだ。それは忘れてくれるな。怪我をした獣が罠から抜けようとすれば、
挟まれた後ろ足を切り捨てる苦痛に耐えねばならぬ。もしそれを損と思うならば、罠を離れずともよいが、おそらくそれは、より致命的な結果を招くであろう。もうよいのだ、カズハ。当主でありながら一族を復興できず、そなたに名門士族の若君としての暮らしを与えてやれなかった。なのに、そなたは拙者を責めぬ。父はもう、それだけで十分なのだ。何世代にもわたった苦痛は、今日で終わりにしよう。これからは、重荷を下ろして生きてゆくのだ。家業を捨てる悪名は、この父が背負えばよい。父上、やめてくれ。当主としての能力がないなどという悪名を、父上が背負うべきではござらぬ。それに、もしその日が本当に来たら、拙者も矢面に立つ。しばし待たれよ。楓原家は、いずれ拙者が継ぐのでござろう。その時になれば、拙者が片付ければよい。もし拙者がもっと優れた武芸を有していれば、きっと父上の力になれたであろうに。のことで頭がいっぱいで、またうっかりやってしまった。春の野に霞たなびき裏がなし、この夕影にうぐいす泣くの。できぬと知りながらなそうとされているな。それでも行き詰まっておられたことはない。やっぱりまたここに閉じ込められてたんだな。これも法則によるものかもしれぬな。オイラたちまた元凶の迷宮に入ってしまってたんだ。でも今回はなんだか前回とちょっと違ったような気がするけど。人気はすっかり減り、調度品も昔のような華麗さではなかったと。ふむ、無理からぬことだ。お主らが見たのはおそらく衰退の一途をたどる楓原家でござろう。でも元凶の中のカズハはなんだかまるで影みたいだった。とにかく、今のお前とはちょっと違うんだ。それには、私も同意するわ。今のカズハ殿と比べれば、あの幻影は多くの迷いを抱え、重い運命に悩んでおられるようでしたな。確かに、重い運命を背負っていました。それは今の拙者が成長したということ。皆に未熟な己を見られようとは、恥じるばかりでござる。稲妻を離れてから、拙者は長く各地を流浪していた。しかしそれは悪いことばかりでもござらん。そのおかげで成長できたのだ。昔の自分に会えればよかったのであるが、今の拙者を見れば、あの頃の拙者にも、きっとわかった。
人生の道のりは長い。それゆえ、拙者は旅に出るのでござる。拙者の思っていた通り、元凶の鍵は盆景でござる。それじゃあ築山探しを続けようぜ。なんなんだよここ、めちゃくちゃだぞ。没落した貴族の家はこうなってしまうのね。あちこち壊れている上誰もいません。すでに家は終焉を迎えたのでしょう。行こうぜ。ちょうどいいところに来てくれた。拙者は今までの人生を振り返ったところでござる。楓原家の盆景をどう思う？そうでござるな。この元凶はとても興味深いですね。演劇のようなシーンは回数を重ねるたびにより特別なものになって心に響きます。先生術師は皆見識が広いでござるな。お主にそう言ってもらえるならば、この元凶にも存在する価値があろう。ねえ、あなた、ご機嫌いかが？お嬢様は、和葉殿に、あまり落ち込みすぎないようにとおっしゃっています。こんな経験を振り返るのなんて、楽しいはずないよな。そうでござるな。皆の気遣いに感謝する。だが拙者にとってはどれも過ぎたことでござるよ。盆景を目にした瞬間、この可能性に思い至ったのだ。拙者はお主らを待っていたのだと。だからこそ拙者だけが終点に残されたのやもしれぬ。あの時期のお盆には枯れた植物が植わっているはずであった。しかしここのお盆に枯れた木はない。お主らのいない間に拙者はいろいろと考え、やっと気づいた。ここは拙者の元凶でござる。盆景に何もないということは、これは拙者の心境であるということ。心が情であれば、天地万物が皆情なり。心が空であれば、天地万物が皆空なり。情と空、それが拙者の今の心境なのでござるよ。ただ、それが心残りであると言えぬわけでもない。心にどこか穴が開いていることも空と言えるのだ。それゆえこの盆景は拙者の幻想に現れ、願いを叶える機会を与えてくれたのでござる。しかし拙者の心の底にも自分だけの盆景を作りたいという願いがあったとは。これで楓原家の伝統を真に受け継いだと言えよう。じゃあ和葉がやりたかったことは全部できたんだよな。ふむ、そう言えなくもない。お主らは過去の拙者を見て共に別れを告げてくれた。そして拙者にまつわる全てを見届けてくれたことで、ようやくそれは真実、歴史となったのだ。人生で最も大切なのは他者との絆。決して自分を責めることではござらん。過去にとらわれる人には未来はないのでござる。拙者はここまで歩んできたから、この先も歩んでいける。皆にもそう信じてもらいたいのだ。これからもよろしく頼む。拙者は雨の中を急ぐことが多く、雨水に視界を奪われては前が見えなくなることが多々あった。ある日ついに山頂にたどり着いた。
足元には雲があり、耳元では風が吹いていた。まことに高き山、まことに澄んだ心、無我、無根、無念、無我。旅に出よう。拙者は風だ。いかに長き道にも出会いはある。人生は続く。至るところに故郷はあるのだ。今日は早く寝た方がいいぞ。うん。お、どうしました？顔色が悪いですが。何でもないわ。少し疲れを感じただけ。今日の旅に疲れ果ててしまったのでしょう。お嬢様、大丈夫ですか？オズ、余計なことを言わないで。失礼いたしました。あんたら疲れたんならしばらく休めよ。あたいは食料を探しに行くから、体力が残ってるやつは一緒に来い。拙者が行こう。私も手伝います。みんなこんなに積極的なんだし、オイラたちも行こうぜ。そんなに大人数はいらないぜ。それに皇女殿下が少し落ち込んでるみてえだ。モナ、あんたは彼女のことをよく知ってるだろ。散歩に付き合ってやったらどうだ？気づいていましたか。食べ物の準備をしながらその話をしようと思っていたんです。だったら私に任せてください。よし、それじゃあ食べ物の準備はあたいたちに任せろ。これだけあれば十分だな。後で焼いて食べようぜ。もし次に人のいねえ拠点を見つけたら、鍋がないか探そうぜ。鍋があればちゃんとした料理が作れるしな。すごい心配りだぞ。信玄は料理人じゃないのに人の世話をするのが得意なんだな。へへ、あたいはできることをやっただけさ。褒めすぎなんだよ。信玄殿は市長正号の皆にも認められた良い仲間でござる。おう、オイラたちにとってはカズハも頼もしい仲間だぞ。その通りさ。ふむ、ならば頼もしい仲間として皆と話したいことがあるのだが、お主らの話を聞いた限り、今日の不思議な元凶は楓から和葉のこれまでの人生をもとに作られたものであった。まるで拙者の夢のように。和葉、あんたはずっと自分だけの盆景を作りたかったんだろう。うん。そして拙者の願いは叶ったか。しかし拙者がこのような状況になったということは、皆にもその可能性があるということではなかろうか。あたいもだ。ただ次の場所が誰の元凶かはわからないけどな。そう考えるとあたいもあんな夢を見てみたくなったぜ。お前、あんな元凶が欲しいのか？もしあたいにあんな領域があるなら、きっと音楽に関係するやつだろ。そしたら腕を震えるぜ。もしかして急に演奏を始めたりするんじゃないか？それは当たり前だろ。音楽をやるやつなら誰でも、この群島の美しい景色を見れば音楽を奏でたいって思うに決まってる。なんて楽観的でたくましい心なんだ。おいらちょっと感服したぞ。あ、そうだ、旅人、崖に生えてる果物を食べたいんだけど、一緒に行ってくれないか？
郷の変わった建物と元凶の盆景、とにかくあの変な出来事、このこと元遊野郎に教えた方がいいよな。返事はない。おかしいな、なんで返事してくれないんだ。金融野郎のやつまたぼーっとしちゃってるのか、それとも演奏してる間は爆弾を持ち歩いてないのか。あ、もしかすると酔っ払って木の下で居眠りしてたりして。おかしいぞ。でも仕方ない、また明日連絡してみようぜ。旅人、それにパイモン、ここにいましたか。モナだ。フィッシュルとの話は終わったか。まあ一応は。彼女はちょっと憂鬱なんです。多分今日見た元凶のせいかもしれません。フィッシュルは今回の旅に積極的です。でも自分の元凶を見たくないんじゃないかなと思いますよ。なんで？あいつこういうことに憧れてるんじゃないのか。まだ結論は出せませんが、とにかく気にかけておきます。私が言いたかったのは別のことです。先ほど海辺でもう一度ここを占ってみました。水裏の番は今回も濁っていましたが、前回と違って何らかの力を感じられました。1まではわかりませんが、だんだん変化してきているような感じがします。見えないのにどうやって感じるんだよ。素人にどう説明すれば。あ、例えば部屋のどこかに隙間が空いていたとしましょう。1はわかりませんが、風がそこから入ってくるんです。すると部屋の温度もどんどん下がっていくでしょ。おお、そう言われるとなんとなく分かった気がするぞ。その亀裂がどこにあるのか探したいんだな。そうですね。これからの方針を決めるにはまずその亀裂を見つけないといけません。あなたと一緒にいるといつもこんな状況になりますね。占い、謎を解き、目標を特定して問題を解決する。あなたは数多くの友人と秘密、そして運命に囲まれています。本当に不思議な人ですね。そういえばレイナルトの件もモナとフィッシュルと一緒に解決したんだったな。まあそれはそうですが、今回も手を組んで早く問題を解決できるといいですね。手を組むって、お前たち二人でか、それともオイラたち三人で。はいはい、パイモンを仲間外れにはしませんよ。あなたは時々独特で鋭い角度から問題を見てくれるので頼もしいです。本当か。お前のことなんだか好きになってきたぞ。天才モナ。そうでしょう。私のように頭が切れて魅力にあふれる先生術師はこの世に二人と存在しませんから。何でもいいけど、そのフィッシュルみたいに笑わないでくれるか。ほほん、すみません、長く一緒にいすぎて友人に影響されてしまいました。とにかく引き続き星を観測してみます。旅人、これからもよろしくお願いしますよ。